76ルブリカンツはフィリップス66が所有する潤滑油ブランドの一つである。過去には同社の所有するカノーコフィリップス66、ケンドールブランドと並行して展開されていた。76の由来はアメリカ合衆国の独立の都市とブランドロゴが決められた1932年当時のガソリンのオクタン化から用いられた。通称76オイルと呼ばれる。 76のロゴはもともと1890年創設のユニオンオイルカンパニー・オブ・カリフォルニア社の称号だったが、ユノカルのガソリンなどの燃料部門がシェブロンへ潤滑油部門がこの子フィリップスに分割吸収された結果、76ブランドは両社の下で引き継がれている。潤滑油ブランドとしての流れは1997年にユノカルからトスコへ売却され、 2001年にフィリップス石油がトスコを買収合併。翌年の2002年にフィリップスがこの子と合併し、この子フィリップスとなる。2012年まではこの子フィリップスが76ルブリカンツを含む4つの潤滑油ブランドを並行して取り扱っていたが、同年に生成、販売を行う、下流部門が企業名をフィリップス66として分離、独立したため、 現在は、このフィリップス66が引き継いでいる。フィリップス66は、あくまで独立した企業であり、この子フィリップスの子会社というわけではない。76ルブリカンツは、過去には、幅広い潤滑油を取り扱っていたものの、複数のブランドを保有するフィリップス66、内においては、大型トラック等を含む、商業、工業用潤滑油を受け持つブランドとして位置、付けられていた。 さらに、フィリップス66が2016年2月に、同年7月より、潤滑油ブランドを、フィリップス66とケンドルに統合すると発表し、潤滑油ブランドとしての76はなくなった。76モーターオイルは古くは、ババ紹介、その後は、USC とパルスターが輸入、代理店となっていた。パルスターは、カー用品店や、ホームセンターなどの量販店を、 主な流通ルートを持ち、日本で一般的な金属管に充填して、価格も比較的廉価に設定していた。一方 USC は整備工場向けには、価格競争力のある5ガロンのプラペールで販売していたが、車市民人が集まるマニア向けのショップでは1ク区ート1ガロンボトルのままで販売し、海外製品であることのプレミアム性を持たせるため、価格も 比較的高めに設定されていた。現在パルスターは、同社の社名の入った76オイルの金属管の取り扱いは行っていない。日本での主だった販売元は並行輸入を除くと、USC のみとなっていた。なお前日のブランド統合により USC も、76から66へとし、オイルそのものについては76からフィリップス6への移行を明らかにしている。 これはあくまで取り扱うオイルについてであり、口述の76ロゴがついたグッズなどには影響しない。76のロゴ以前からアメリカ西海岸的なカスタマイズを施行するショップでは76ユノッカルのステッカーなどが販売されていたが、有名人が76ロゴの T シャツやキャップを着用したため、76マークのアパレルや雑貨、グッズがブームとなり、 丸いオレンジ色の円にブルーで76と書かれたシールが型々で貼られ、76マークを目にする機会が増えた時期があった。この76マークの商標権は USC が持っており、同社は多大な利益を得ることができたが、76のルブリカントの販売にはさほど影響はなかった。現在でも国内では USC が十六ロゴを管理しており、正規巨七十六グッズは、 USC のサイトで確認できる。アンティークものでない本来産業廃棄物になる76マークのポリペールまでもインターネットオークションで販売されている。USC フィリップス6676グッズトップページ、USC76 グッズ許諾企業ページ。ありがとうございます。